から平塚へ行ってきます。大分トリニータスターティングライナー背番号22大分ミリオン背番号3イタリア背番号4サッカーケース背番号5クモリケータI'm gonna go to the next one.
2021明治安田生命 J1 リーグ第13節サッカーホームタウンで湘南ベルマル VS 大分トリニータ2対0湘南ベルマルが勝ちました。本日は最後までご観戦いただきまして誠にありがとうございました。これでですね、中断期間特別企画として前半戦で見に行った試合3試合のあったこととかを全て動画にした動画をねアップしたわけなんですけど、いやー今ね湘南ベルマールちょっとピンチ落ちてるらしいですね。なんかこう5連敗していてちょっとやばい感じで、さらにもうこの5連敗によってちょっとベルマール再び降格圏に沈んでしまっている、まあそんな今のベルマールのチーム状態でございます。まあそれでもね、湘南ベルマールなら、絶対行きますよ。まあ根拠はないけど自信はありますよ。まあたとえどんなにチーム状態が暗めだったとしてもね、湘南ベルマールはね絶対にこの暗闇から逃げ出しますよ。この外から日差しみたいに、ほらよっしゃ、ちょうどいい日差しが差し込んできた。まあそう、湘南の海音と大地を照らす太陽のようにね。以上ですね、中断期間特別企画として、現地観戦いただき何があったかお送りする現地観戦録を終わりにしたいと思います。湘南ベルマーレ残留に来て後半戦頑張れよ。以上。